あ、またお会いしました。この勢いで歴史館も順調に開放。どうやら今回の状況は前回と似て。その、ここで立ったこれから紹介するもの。歴史館はその名の通り、この都市にとって先人たちの努力と教訓を銘記してこそ、私たちは過酷な環境の中で生き抜き、代々ベロブルグの人々が生きてきた道をまとめることができるのです。こちらです。このプロジェクターは博物館のために特注した限定モデルで、すみません、またいつもの癖が。あ、いえ、プロジェクター自体には何の問題もないのですが、盗まれたフィルムには貴重な画像。スライドプロジェクションは今回の博物館の改装後から導入された。それにマイクロフィルムにはあなたやナノカさん、炭鉱さんに関する画像も記録されています。企画側はこの機会に請求列車がベロブルグを訪れたものが。そこは気にしないで。ん？あなたのす。様からのメッセージですか。どうやブローニャ様がより多くの人員を調査に再善は急げです。今からクリフォト。こんにちは。二人とももしかして歴史文化博物館から駆けつけてくれたの？もっと早くこの件に介入したかったんだけど、今まで業務に追われていて。滅相もありません。ここには私たちしかいない。かしこまりました、ブローニャ様。そのあなたはこれまでに多くの展示品を取り戻してくれたと聞いた。それにそう、わかった。いずれにしてもこの騒動はあまりにも長く続いている。すぐに指令を出して市街区で勤務しているシルバーメインを。あなたたちは行政区にたくさんの知り合いがいるでしょ。かしこまりました、すぐに出。では引き続き私と一緒に調査をね。ここは人通りが絶えませんね。ええ、私も普段から広場の近くで気晴らしをしている方をな。お前のことは覚えてるぞ、若いの。なんだ、それともお前もネイビーブルー詐欺？知らないわけがないだろう。歴史文化博物館の貴重な展示品が次々と盗まれ、実を言うとここ数日この事件の元凶を告発しようと思っていたんだ。え、つまりあなたは犯罪の。何が証拠だ、証拠なんか必要ない。教えてやる、ベロブルグでそんなことをし。はあ。お前たちは事件の調査をしているんだろう。
ちょうどいい。あの、すみません、今日は窃盗事件の調査に来ていまして行きま…請願書に署名してくれるの？あ、それって歴史文化博物…まさか雪国冒険機関の作者の自筆…盗まれていません、ご安心ください。あの原稿は私…ああ、よかった。それ…失礼しました。本題に戻ります。ちょっと思い出させて。ごめん、取るに足らないこと。そうでした、もう行きましょう。冬の城の子供。おや、そちらの聴衆は。その、さっきの人。いえ、文化財。もし窃盗の件に。はあ、行きましょう。はあ、犯人く、私たちは。いや、美しきベロブルグ市民。どちら様でしょう。こちらの優雅なお嬢ちゃんは、常冬の日の近くで子供たちに。はあ、なぜわざわざお嬢ちゃん。俺はレムスティーン家の第25代当主、ウォレス・ケトルバリー・レムスティーン。お嬢ちゃんの隣にいる開拓者のことはよく知っ。根に持つとかそういう話じゃないだろう。俺は身近。はいはい、そこまでにしてください。レム。なあ、そうだ、お前たちしばらく広場をうろうろしながら。ちょうど俺の身の回りで奇妙な出来事があって。それが。あなたの言う奇妙な出来事とは。直接関係があるとは言えないが、音信不通になった友人が展覧会巡りが好きで。音信不通というのは今。ああ、その通りだ。友人の名前はノーバー。しかしいつからかノーバーとは茶会に来なくなった。レムスティーン、聞いてくれ。人間は誰しも野心を。野心を持ち、一度は大きなこと。そのノーバートさんで。いや、わからない。失礼だな。君子の交わりは淡きこと水のご。その大多数の人にとってあなたに提供していただいた手がかりは全て記録しました。いや、俺を言うのは俺の方だ。知る。レムスティーンさんの友人は本。今日は十分調査しましたし、これ以上は続けて。ブローニャ様、ただいま戻りました。二人ともご苦労さ。文化財窃盗事件に直接。なるほど、ノーバート。ノーバート、あ、思い出した、確か交通大臣のノイヤーに。彼の仕事は忙しくないから、レムスティーン家のもしウォレスの言う通り、ノーバートが何日もどれだけご主人様のために秘密を。カイル、この件を頼んでもいい？ノイヤー大臣の官邸を訪問して自社たち。かしこまりました、大守護者様。ブローニャ様、ペラ副官、ただいま戻りました。もう戻ってきたの？少し手間取りましたが、気の弱い何人かの彼らが言うには、ノーバート公使は確かに最近自社たちは皆彼が目上の者に隠れて誰かと。変な時間、商店街。ふむ、お願いがあるの。実は二人が広場で。ノーバートが慌てて口にして。ではノーバート、それなら。ごめんなさい、グズグズしている時間。
気をつけてください。し、中で誰か。待ってください、まだ鉄の門の向こうで。しかし坊ちゃん、シルバーメインに扮するのは大罪で。お前は何を素人のように怯えているんだ。そう深く考えずにパトロールをしている。パンは焼かずにソーセージを焼く。合言葉を知らない者はと。わかりました。やはりノーバートさんが。ですが、これで彼らが。持って尊しとなる。思い知らせて帰ってくるよ。びっくりした？これが運気軍の実力よ。おい、お前たち。きっと彼の教。通行に必要な合言葉を言え。これで通していた。待て。今お前たち一体何者だ？うっかり名前を出す仕方がありません。槍先に火を。炎の槍を断ち切れ。天の鎮気を持って一心同期。諸悪退散。くらえ最強剣。炎を出よ。ボコボコにするよ。直してやろうか。クリア。いや。はっ。回復よ。ランス。この先に進めば、きっともっと多くのノーバートの手下と遭遇することになるでしょう。今まで以上に気をつけてください。はっ。客をもてなさないと。諸悪退散。思い知らせてあげる。だっ、くらえ最強剣。炎に出よ。ボコボコにするよ。回復よ。俺が守る。授業一緒。和をもって尊しとなす。もてなさないと。諸悪退散。思い知らせてあげる。回復よ。くらえ最強剣。炎に出よ。天の鎮気をも一心同期。ボコボコにするよ。だっ、槍先に火を。炎の槍を断ち切れ。和をもって尊しとなす。はっ、思い知らせて。はっ、剣痛くない？重傷じゃ。よいしょ。回復よ。皆さん、いい腕前ですね。いました、ノーバートで。今度は何の話をして。フィルムは消費全て揃っています、坊ちゃん。よし、よくやった。もうフィルム、さっきフィルムと。家が裕福なのにこんなに歪んだこと。諸悪退散。くらえ最強。炎に出よ。ボコボコにするよ。だっ、
直してやろう。トリア、回復よ。ランス、よいしょ。思い知らせたら客を持った。びっくりした？これが運気軍の実力よ。待ってください。言い逃れできないようにする。あなたのカメラで撮っていただけ。クルステ家のノーバーと、そして隣にいる方。なんなんだ。どういうことだノーバーと。お前と、いや、シルバーメイン。シルバーメインの情報官の前で威張る。行きましょう。このに、うん、槍先に火を。炎の槍を断ち切れ。困りました。諸悪退散。くらえ最強拳法を見せよ。千の鎮気を持って一心同期。あった。わしをいじめるな。何よ。いや、くらえ最強法を見せよ。和をもって尊しとなす。諸悪退散。ボコボコにするよ。回復よ。もう諦めなさいノーバート。大胆にも手下にシルバーメインのふりをさせるなんて。お前たち、いや、証拠がないだろう。俺はただここで。まだ抵抗するつもりですか。あなたたちの秘密の取引はすでに私たちが写真に収めました。俺は、やっぱりお前のことなんて信用するんじゃなかった。金持ちのボンボンってのは。シルバーメインのお嬢さん、コウさんだ。お前たちについていく。このマイクロフィルムは博物館に返してくれ。ただ一つだけ頼みがある。この件はおじには言わないでくれ。そんな人、怒り狂ったおじに生きたまま皮を剥がされか。それは、ここまで本当に。ただ少し納得がいきませんね。この疑問は彼を人マイクロフィルムを。プロジェクターが元通りになれば、歴史博物館の全スタッフもちろんこの十数年の間に仮想部ですから、私どちらにしても、それと、もしノーバ、
Thank you.
片付けましょう。諸悪退散。楽にしてあげる。蝶と共に散れ。スターレイファントム。Thank you.
Thank you.
解き放つ準備はいい？反抗、陽動、霊絡！しつこい！次！あの世に送ってやる！盛り上がってるじゃん！ランス戦闘準備！この程度か。
Thank you.
客をもてなさないと。諸悪退散。千の珍奇を持ってこ一心同期。楽にしたん。蝶と共に散れ。スターレインファントム。しつこい。あの世に送ってやる。博物館は来館子供たちがお菓子の包装を手当たり次第に捨てたりしない。あ、ご安心。私たちが捕まえたノーバートのこと今までずっと不思議に思って、それに彼の知識、私の予想通りノーバートの供述によると、そのコールドフット、このようなデタラメ。コールドフットは買い手を紹介しただけでなく、彼に策略を授け話を戻しましょう。ノーバートの話では、コールドフットは何をするに、もしノーバートの言っていることが、はい、だノーバートによれば、彼は普段ゲーテホテルのシルバーメインからの最後のお願いだと思って、
何も起こらない。おや、ノーバ。あんなシルバーメインに捕まったのかと思いました。そうなったら僕は急いで逃げなければなり。なんと、そうて冗談はやめてください。僕たちは共犯。もういい。まずいな、敵と。5万。そういえば、それとも、あ、疑われ始めてる。次の質問はよくか。ところで、この前歯車と知恵を解体してから、僕ここで再会できるなんて本当に縁がありますね。僕たちの友情の橋は常冬法にかかる。ですが、それはあなたのせいではありません。この散歩、最近はお行儀よくしていましたから。シルバーメインキンクで見張りをしている衛兵に朝食を用意して差し上げようと思う。ちょっと、何か言ってくれません？じゃないとすっごい気まずいじゃん。ここで僕から提案があるのですが、検討してみてもらえませんか？ほら、その代わり、今回のことは多めに見て、シルバーメインには言わないでください。惜しくも捕まえられなかったといえば、彼らも大英雄であるあなたを非難し、どうですか？3分の1は大金ですよ。よく考えてみてください。僕があなたを陥れたことなんてありません。なんて頑固。わかりました。この散歩、まさか自分のお得意様の手で失脚することになるとは。早く叱るべきところに通報してください。そうでしたか。彼が最近シルバーメインを丸め込み、今回はここまでにしましょう。どうぞこちら。それと、もし歴史部、あ、今の話で思い出した。こんにちは。今回はいろいろと、そういえばお伝えしたいことがあり、便箋はこちらに。僕の最愛なるお得意様へ。ところで、博物館の経営必要があればいつでも僕に。で、
Thank you.
Thank you.
和をもって尊しとなす諸悪退散。楽にした蝶と共に散れ。スターレインファントム。いや、はっ、あの世に送ってやる。もっと
和をもって尊しとなし。諸悪退散。鬱陶しいわね。はっ、楽にしてあげる。蝶と共に散れ。スターレイファントム。次。悪い子ね。おやすみ。チャンスだ。しつこい。
一気に箇所枠退散。しつこい。次あの世に送ってやる。蝶と共に散れ、スタールインファントム。槍先に火を、炎の槍を断ち切れ。一気に片付けましょう。はっ、千の鎮気を持って一心同期。楽にしてあげ、蝶と共に散れ、スタールインファントム。鬱陶しすぎ。あの世に送ってやる。自分の意志で結末にたどり着いてみせる。諸悪退散。いや、あの世に送ってやる。客をもてなさないと。しつこすぎ。自分の意志で結末にたどり着いてみせる。涼しいですね。涼しいですね。Thank you.
Thank you.